もうそろそろ無理です。どうもケイスケです。もうタイトルにもある通りなんですけども、プレミアプロそろそろ限界です。僕ですね、結構いろんな動画編集ソフト使ってて、もちろんプレミアプロ、アドビのプレミアプロっていうのも使うし、ファイナルカットプロとかダヴィンチリゾルブとか、まあ、フィモーラとかもたまに使ったりするんですけども、そういういろんな動画編集ソフト使ってて、で、シェア率が実は一番高いのがアドビのプレミアプロなんですよ。で、やっぱりね、アドビっていうとすごく有名なソフトがいっぱいあって、フォトショップとか、アフターエフェクトもそうなんですけども、ライトルームとか、まあ、やっぱ手放せないソフトがたくさんあると。なんで僕もできればプレミアプロとか使っていきたいんですけど、厳しい厳しいのよ。で、ちょっとね、これはね、声を上げなきゃあかんと。さすがにこう、いろんなソフト出てきて、ちょっとプレミアプロだけいろんなバグだったりとか、こういう分それはないんじゃないみたいなのが多くてですね、これはちょっと僕は動画にしなきゃいけないと思って撮り始めました。で、なんで、この動画には僕の恨みと、願いをこもってます。なんで僕がやっぱ一番伝えたいのは、アドビの担当者さんですね。アドビの担当者さんに、やっぱこういう問題は、解決してほしいと。本当結構いっぱい問題があって、それを解決してもらえれば、動画編集ソフト使うんですけど、ただやっぱ、アドビさんからいっぱい仕事もらったりするわけですよ。いろんなね、動画編集のお仕事とかするんですけど、やっぱそういう時に、ちょっとね、気持ちよく、やっぱご紹介できないというか、じゃあプレミアプロをね、なんか使って企画しましょうって言われた時に、いや、他の編集ソフトの方がいいやんと。思いながらやっぱやるの嫌なので、ぜひね、アドビ担当者さんに届けたい、この動画を。で、こういうところはせめて直してくださいというところが僕の中にもありますので、今回それをご紹介しつつ、まあ今実際にアドビプレミアプロを使ってる方に、まあこういうところを直せば、そういうバグ直りますよとか、そういうまあヒントみたいなのもご紹介できればと思っております。ってことで、ちょっとじっくり話させてください。はい、で、まず、アドビのプレミアプロっていうね、動画編集ソフトなんですけども、サクッとどういうものかっていうのをご紹介しておくと、現時点でも一番シェア率の高い動画編集ソフトがこのアドビプレミアプロだと言われています。で、僕去年か今年の半ばぐらいの、データを見たんですけども、まあ、大体 20% から 30% ぐらいがアドビプレミアプロ。で、まあ、その後に、まあ、他の編集ソフトが続くって感じですね。代表的なので言うと、僕が見たのはパワーディレクター、ちょっと使ったことないんですけど、パワーディレクターとか、フィモーラ、まあ、ダヴィンチリゾルブファイナルカットプロとかその辺ですね。で、まあ、エディウスっていうソフトとかもあったりするんですけども、まあ、それを一旦置いて、このプレミアプロっていうのが一番ね、シェア率が高いものとなっています。まあ、理由としては昔からあるっていうのもあるし、まあ、Mac と Windows どっちも使えるよっていうのもあるし、あとやっぱ Adobe っていうね、ブランド的にその Adobe っていうソフトだと Lightroom とか、Photoshop とか、他のソフトとかもあって、その連携がね、すごいしやすいっていうのもあって、かなりシェア率が高い動画編集ソフトになってます。で、僕も好んで本当に Lightroom とか、Photoshop とか、After Effects とか使ってるのに、なんでこのプレミアだけ、やたらと、まあ、After Effects もそうかもしれないんですけど、なんでこのプレミアだけやたらとバグが多いんじゃと。思ってるところであります。まあ、今実際にねメインでは使ってないんですけども、いくつか理由があります。で、理由はね3つ4つあるんですけども、ちょっと一旦列挙すると、1つ目が動作が重いこと、2つ目がもう意味わからんバグが多いこと、3つ目が Mac、 僕ね MacBook で使ってるんですけども、 Mac で使った時にプレビューしてる動画の色と書き出した動画の色が違うということ、4つ目が書き出しにエラーが起きやすいということ、この4つです。で、1つ目、まず動作の話ですね。動作なんですけども、まあこれね、ちょっと後ほどご紹介するバグにも関わってきてるかもしれないんですけど、僕この MacBook を使っています。M2MAX MacBook Pro のほぼフルスペックですね。で、メモリだけ 96GB っていうのが MAX なんですけども、だよね。っていうのが 64GB になってるぐらいで、他はもうフルスペックです。なんで、Final Cut Pro とか、ダヴィンチリゾルブとか他の編集ソフトはめちゃめちゃサクサクに動くんだけど、プレミアプロだけプレビューを半分の画質にしてても、でフル HD の素材を使っててもたまに止まります。結構カクつく時があります。なんでって思うぐらい、だってこんなねパソコン、僕これ60万ぐらいするんですよ。50万後半から60万ぐらいするパソコン買って、でプレミアプロ使って、で 4K じゃなくフル HD のね素材使って、なんで重いんって思いません？もちろんね、素材がちょっといっぱいね、あるプロジェクトとか使ってるっていうのもあるんですけども、たまに引っかかることがあるっていうのが、
ね、すごくストレスです、もしそれがファイナルカットプロとかダビンチリゾルブだったら 4K のあとスローモーションとかの素材でもこの PC であればサクサク動きます。なんでまあ変なところが引っかかってるんだとは思うんですけども、たまにね動作が重くなるっていうのが少し難点です。で、2つ目はわけわからんバグが多いです。で、なんかなんていうんだろうな、こうプレミアプロってずっと前からあるわけですよ。バージョン何々バージョン何々っていう風にいろんなバージョンがある中でそれぞれで全然バグが違うんですよ。例えば今ね僕が知った最新のバグだと、例えばですね、普通にプロジェクトっていうのを作るんですよね。で、それをダブルクリックして開くとプレミアが立ち上がるんですけども、その状態だとめっちゃ重くなるらしくて、で、それが一旦プレミアプロを開いて、プレミアプロを開いた状態からそのファイルを開くっていうね動作を行うとなぜか動作が軽くなるっていうものがあるらしいです。とか多分ね新しく追加された機能だと思うんですけども、ですね、ちょっと待って、今見てみよう。このねスパナーマークを押してタイムライン表示設定っていうところで今オフにしてるんですけども、トリミング中のコンポジットのプレビューというのをオンにした状態、基本はこのねオンになってるんですよね。これねオンになった状態だとクリップの長さを調節した時にめちゃくちゃ重くなります。これね前はなかったんですけど、多分ね新しくねこういうバグが追加されたのかなと思ったりしてます。まあ、っていう感じ。まああとちょっとねパッと思いつかないんですけども、そういう細かい引っ掛けみたいなバグがめっちゃあるんですよ。あとあの今プレミアプロ2013バージョンっていうのが入ってるんですけども、自動で僕の場合は更新されてプレミアプロ2014っていうのが入ってるんですよね。で、その2つが別のソフトとして認識されるんで、僕ねこういうマウスとかの設定をプレミアプロではこういう風な設定にしますっていう、ショートカットを入れてるんですけども、まあ、それがですね、別のソフトとして扱われちゃうので、新しく入った方のプレミアプロ、2024では、まあ、動作しないというものがあったりとか、もちろんねそれは、こっちのマウス側のソフトの影響かもしれないんですけども、なんかこう2個ねソフトが入っちゃうことによる影響もあったりとか、とにかくいろんな引っ掛けみたいなバグが多いです。なんで実は新しいバージョン入れてみたらこういうバグがありました、実は新しいバージョン入れてみたらこういうバグがありましたって言って、結構なんだろう、安心して使えないんですよね。なんかまた新しくバージョンが出てそれ入れたら新しいバグが出ちゃったっていう風になったら、それ解決するまで時間かかるじゃないですか。で、どんどん時間かかっちゃってストレスが溜まっていくなと、もうすごい毒入っちゃってるはい、けどそういう風になっちゃうのがすごく僕はねストレスでした。で、3つ目、色問題ですね。これももう昔から変わってないんですけども、Adobe のプレミアプロで見てるプレビューと実際に書き出したものの色味が変わってしまうという問題です。まあ、これは僕のね、MacOS で起こるバグらしいんですけども、まあどうしてもそのガンマ色表示の違いっていうのかなの問題で同じにはならないらしくて、もう Adobe 公式から補正するラットっていうね、要はインスタのこうフィルターみたいなものが提供されたりするんですけども、まあそれを入れたとて、まあ、ラットってどうしてもね色変換だけじゃ収まらないというか、ちょっとね削れちゃう色とかもあったりするので、まあ無理やり直すみたいな方法はあるんですけど、ナチュラルに表現する方法は未だになくて、ってことはどっちにしろちょっと色が削られちゃうはずなんですよね。なんでまあそれもめちゃめちゃ致命的だなと思ったりしてます。で、4つ目、書き出しにエラーが起きやすいっていう問題なんですけども、これは本当ね、いろんな YouTuber さんの動画、見たらですね、多分みんなも見たことあると思うんですけど、なんか急にカクカクってなったりとか、ブワッとなんだろう、モアレみたいなっていうのかな、なんかバッとブロックノイズが乗って映像がねバグったりするみたいなのがねたまにあると思うんですけど、例えばそれヒカキンさんの動画とか、僕見てますけども、やっぱそのヒカキンさんの動画でもそういうのあるんですよ。あれってプレミアプロ特有のものなんですよね、僕の経験上。いろんなこうダヴィンチリゾルブとかファイナルカットプロとかフィモーラとか使ってきたけど、そういうバグ一回も起きたことなくて、ただプレミアプロで書き出すとあのバグあるんですよ。あれがねどういう状況で起こるのかちょっと僕もわかんないんですけども、まあ、そういうバグもあるということを、まあ、今ご紹介して4つ、もう結構致命的じゃない？なんでこれがシェア高いのって思えるぐらい致命的なものが結構4つぐらいあって、僕はそれで、使う継続をちょっと断念しちゃいました。ケイスケの動画で、ここまでめちゃくちゃ毒を吐いちゃったと思うんですけども、逆にプレミアプロの方がいい場面っていうのも、まあ、あるんですよね。それはどういう時かっていうと、まあ、こういう場面では僕は使えますって話なんですけども、まず一つは文字起こしですね。Adobe プレミアプロの自動文字起こし機能、めちゃくちゃすごいです。やっぱそれは、本当に使ってて実感するので、僕は結構インタビューとかした時に、そのインタビューの素材っていうのをプレミアプロに入れて、文字起こしだけしてカットだけするとか、そういう風に使ったり
してます。で、2つ目は、アフターエフェクツとかですね、他のアドビのソフトと連携をさせる時の連携はやっぱりすごいです。それこそやっぱ CG 使うとか、何かしらのエフェクトかけるっていう時にどうしてもアフターエフェクツっていうね、まあ、ソフトが一番ね僕にとっても使いやすいし、まあ、今一番広まってるソフトだと思うんですけども、やっぱそのソフトと直接連携ができるんでかなりストレスなく、編集ができるんですよね。なんかこうプレミアプロで並べて、あ、この部分アフターエフェクツでちょっとやりたいなって思った時にピュッとアフターエフェクツ持ってってまた戻ってくるみたいなことができるんで、アフターエフェクツを使わなきゃいけないシーンでは結構プレミアをね使うことは多いです。で、3つ目がチームで作業するときですね。チームとかなんか他の人とプロジェクトを共有するっていうときに、もちろんね、他の編集ソフトでもできるんですけども、やっぱシェア率が一番高いので、それこそクライアントワークとかやるときはいろんな人と編集データっていうのを共有するので、そういうときにはプレミアプロを使わざるを得ないっていうのが正しいかもしれないですね。なんで僕もそのときはプレミアプロを使ってるんですけども、まあそれでプレミアプロを使うときにかなりこうガッと引っかかって、あのバグとかでね引っかかって手間取るとみたいなことがすごく多いです。ストレスまあでもこういうね3つのシーン、文字起こしだったりとか、CG ソフトとかの連携、あとは、チームでの作業っていうのはやっぱプレミアプロが引いててる部分だと思うので、そういうシーンでは僕もね、積極的に使うようにしています。で、ここまでご紹介してきて、じゃあ代わりのねソフト何がいいかって話なんですけども、やっぱ代わりのソフトとしては一番無難なのはファイナルカットプロかダヴィンチリゾルブですね。まあ Mac のユーザーの方はファイナルカットプロを僕は強くおすすめします。特に YouTube とかやられる方はファイナルカットプロでやると一番ね、速度速く編集ができるし、めちゃくちゃ軽く編集もできるんで、それこそ、僕みたいにこのね高い PC じゃなくても M1 の MacBook Air とかね、そういうまあ値段の比較的安い PC とかでも全然ねファイナルカットプロであればサクサク動いてくれるんで、かなりストレスはたまりづらいかなと思います。ただしファイナルカットプロ自体が Mac でしか動作しないんですよね。なので Windows とかでは使えないっていうのがデメリットではあるんですけども、まあ、ファイナルカットプロ自体も買い切りだし、値段的にも安いしサクサクだし、なおかついろんなことができるっていうので僕はすごく、てか今一番使ってますね。で、じゃあ Windows だよっていう人とか、もっと色編集こだわりたいよっていう人は、ダヴィンチリゾルブというソフトが僕的にはおすすめで、僕も今、なんかこうシネマティックな動画とか色にこだわりたいよっていう時にはダヴィンチリゾルブを使っています。もともとねこのダヴィンチリゾルブっていうのはやれる機能としては最近はプレミアプロとかファイナルカットプロとかできることはほぼ同じになってきたんですけども、もともとね色編集のソフトから始まってるってこともあって、かなり色編集の幅が広いです。めちゃくちゃ色編集できるというのがあるので、僕はまあ色こだわりたいなと思うシーンではダヴィンチリゾルブを使うようにしています。まあ他にもねちょっと僕は使ったことないんですけど、まあエディウスっていうソフトとかは Windows だけで使えたりとか、フィモーラかとかは結構簡単なんですけど、まあできることは、他のねソフトよりはちょっと少なかったりするので、その代わり簡単に魅力的な動画を作れたりするっていうメリットもあるので、まあ、そういうのに合ってる人は使ってみてほしいんですけども、まあ僕の中のおすすめとしてはファイナルカットプロかダヴィンチリゾルブ、この2つがおすすめというふうになります。ケイスケの動画、はい、ってことでここまでつらつらと語ってきたんですけども、まあ僕だってねできればアドビのソフト使いたいです。だって課金してんだもんだって他のねライトルームとかプレミアプロとか他のソフトでも課金してるんで、できればプレミアプロがスムーズに使えればもう文句ないんですよね。文字起こしもできるし、エフェクトとかも自由に入れられたりするし、できる幅も広いし使ってる人も多いしっていう感じなんで、できればプレミアプロを使いたい気持ちはあるんですけども、やっぱね今の状況だと結構安心して使えなかったりとかするので、ぜひ最初にも言ったんですけども、あのアドビの担当者さん、ぜひこの動画見ていただいて、あの改善をよろしくお願いします。こう新しく出るバグなくすだけでもいいんです。まあもうそれがね難しいのかなと思うんですけども、本当ね、そういうとこがなくなれば、せめてなくなればね、僕もね使いたいなと思いますので、ぜひ何卒ご検討のほどよろしくお願いします。で、他にね、まあ、アドビの担当者じゃない方もねたくさん見てくれてると思うので、ぜひですね今回の意見を参考にしていただいて、さっきねバグの時にそれこそ直接ファイル開いちゃダメだよと
とか、あとはスパナのマークから、ここのボタンをオフにすると、軽くなるよっていう話もしたと思うので、まあ、その話もぜひ踏まえつつ、今後の、ね、編集に生かしていただければと思います。ということで今回は動画編集ソフトのお話でした。ぜひ Adobe さんに改善してほしいよという方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。